はい、皆さんこんにちは。今回ですね、銀狼実装直前ということで、銀狼ガチャに向けて今軽減のこのガチャどうすべきなのか、はたまた銀狼を引くべきなのか、そして羅刹のために貯めとくべきなのかっていう話をしていきたいと思うんですが、まあ、現状あと軽減のガチャが収録当日であと残りが1日18時間ということですね。で、軽減のスペック自体はめちゃくちゃ高いです。まあ、軽減についてはね、いろんな人が動画を上げてますので、そちらを参照してくださいっていう感じですね。まあ、ちなみに私も少しちょろっと上げてますので、見てくれたら幸いです。で、同時にピックアップされている星4のキャラクター、スショウ、ナノカ、テイウン、この3人ね、どれも裏庭でクソ優秀。マジでこの3人がいるだけで、まあ、事故りませんし、幻突すればするほど強くなるっていう感じですね。特にスショウちゃんは1突でもまあ十分強いですし、テイウンちゃんは4突したらバケモン、ナノカちゃんも6突したらヒーラーになれるというね、意味わかんないぐらい強さを持ってるんで、全然これを引いていきたいっていう感じなんですね。ただ軽減押すいらない、そんな方もいらっしゃると思います。ちなみに私もそうです。押すのガチャを引けなかったんですけど、まあ、テイウンちゃんとナノカちゃん引きたかったんで、まあ、ついにスショウちゃんねで引いたんですね。まあ引いたんですけど、まあ40連ぐらいで軽減出てき上がりまして、まあちょっと萎えたなっていうところはあったんですけど、でまあこの軽減ガチャどうするかっていうところなんですけど、基本的に崩壊スターレイルのガチャは74連目以降各星5の確率が爆上がりっていうことで、まあそれまではね結構星4狙いで安定して引けるっていうところもあるんですよ。で天井も引き継ぎなんで、正直低運ちゃん狙いで70連ぐらい回していいのかなっていうふうに思います。70連ぐらい低運狙いで、まあ、そこでね軽減ないしは星5が出れば、まあ、出りゃラッキーですわな。なんで70連ぐらいここでお茶を濁してもいいのかなっていうふうに思います。まあ、実際私はそうしました。あ、ちなみに低運ちゃんの40連目ぐらいで軽減が出上がりまして、その後30連プラスで引きましたね。まあ、本来だったらもう40連引きたいんですけども、まあ、ちょっと石もったいねえなと思いながらまあどうせ課金するからあんまり変わんないんですけど、はい。でそんな感じで引いていくのは全然ありですね。で、本来の銀狼ちゃんのガチャですね。銀狼ちゃんのガチャは、まあ、星5が銀狼ちゃん、そしてピックアップが、タンコ、アスターちゃん、セイバルちゃんっていう風にピックアップされています。この中で、まあ、強いキャラ、というか、ぶっ壊れてるキャラ、アスターちゃんですね。アスターちゃんは、4突あたりからもう、いかれた強さを持ってきまして、まあ、6突になるとね、もっといかれてるんですけど、まあ、全然アスターちゃん、ガンガンと釣りたいなっていう感じでもありますし、軽減持ってない人はセイバル6突でもね全然強いんですよ。まだ私1突なんですけど、そんな感じで雷属性の知恵のアタッカーっていう枠でセイバルちゃんのついでに突を進めながらっていう手も全然ありますね。軽減で70連ぐらいまで上げつつ、セイバルちゃんこっちで完投しながら銀狼ちゃん2突ぐらいまで持っていくみたいな動きも全然想定できます。で、タンコも、オスですが突したら強いです。普通にアタッカーとしての性能はかなり優秀なんで、まあここの銀狼ちゃんにスポットを当てて、軽減で貯めておくのもありかなっていうふうに思います。まあ、もちろん課金ガンガンできる方は全部引いてくださいあ、ちなみに銀狼ちゃんは2突がおすすめらしいです。リーク情報見ないタイプなんで、まあ保有引きの方はね私が知ってる時点ではまだ更新されてないんで、まだわかんないんですけど、2突が強いということを聞いております。私は基本的に銀狼ちゃんのみを狙いたいんで、そんな感じで回していこうかなっていうふうですね。でもうちょい銀狼ちゃん来る前に低運ちゃん狙いで少しぼちぼち回しとこうかなっていう気分もまだ残っています。で、銀狼ちゃんが終わった後、北条のヒーラーラセスがピックアップされるんですね。まあオスなんであんまり引きたくないんですけども、ここでピックアップがペラちゃん、静寂ちゃん、そして新キャラ玉空ちゃんっていうことで、まあ、この玉空ちゃんも強くて、でなおかつペラちゃん普通に強いんですよ。ただ無突だと、まあ、強いっちゃ強いんですけど、まあ、幻突に比べるとだいぶ下がりますわな。まあ、ペラちゃんに関する動画も上げてますので、そちらもご参照いただければと思います。で、静寂ちゃんは模擬宇宙短期クリアできるぐらいのスペックの高さを持ってるんで、まあ、その面でも結構おすすめかなっていうふうに思っていて、こちらの羅刹、まあ、もちろんね白露ちゃん持ってない人とか引かざるを得ないのかなっていうふうにも思っています。ただまあ私はオスなんで引く気はあんまりないんですけど、まあ、あれば全然強いしね、ウラニア攻略を見据えたらそうなのかなって。まあ、ちなみに、白露ちゃん抜き、ヒーラー、ナターシャのみでも、ウラニア6ぐらいまではね、クラーラ、ゼーレ、軽減があったら全然いけました。まあ、軽減を使わなきゃいけないっていうところが悲しいところではありましたけども、全然強いですね。なんで、まあ、今後のガチャ戦略、軽減が必要かどうかでだいぶ変わってきますね。何回も言うんですけど。まあ私は銀狼ちゃん全部っ放のつもりなんで、銀狼ちゃんでどこまでいけるかっていう話ですね。ただ持ってない人は本当に羅刹引かざるを得ないです。ヒーラーなんで、
ね、まあ、すり抜けで白露ちゃん出ればもう羅刹を押すなんていらねえかなと思ってるんですけど、まあ、性能面でもまだ未知数なところもありますしね、多少はね。なんで今回の動画を参考に軽減ガチャ一体どれぐらいまで回して銀狼ちゃんに備えるのか、まああと1日あるんで、じっくり悩んでいただきたいなっていうか、まあこの1日でね、今後のガチャ方針、この3回のガチャをね、皆さんもガチャの戦略しっかり立てて銀狼ちゃんのために石を貯めておきましょう。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。